この地は白きほうき星の恵みを受けていた。天より与えられる恵みの雨により文明は隆盛し栄華を極めたという。しかし白きほうき星は赤く変身し様々な災厄をもたらした。だが9人の偉人の奇跡によって世界は救われた。その後9偉人は遥か果ての大陸で長き眠りについた。彼らの奇跡の源は今もなおかの地に残されているという。そして今新たなる物語が幕を開ける。頭上を照らす白きほうき星の尾に導かれて、それは願いを叶える力。たくさんの人がその力を追いかけてこの国ランターナを豊かにしてきました。お、何か売ってるのかい？はい、ぜひ見ていってください。何せ錬金術で作ったものですから。だけどそんな錬金術は。錬金術？なんだそりゃ。あー、なんか聞いたことあるな。ずいぶん昔に流行ったんじゃなかったか？はい、錬金術はいろいろなものを組み合わせて新たなものを作り出す夢の力なんです。あー、なんだか怪しいな。やっぱりやめておこうぜ。150年も前に失われてしまったのでした。はあ、また失敗。じっくり話せばきっと錬金術の素晴らしさを分かってもらえるはずなのに。お嬢さん、錬金術師なんですか？イザナちゃん、なんか売れた？それがさっぱり。たくさん声をかけてはいるんだけど。ん、そういうイザナちゃんはどうなの？退治した魔物の素材が売れました。やっぱり今の時代錬金術は
レスナちゃん、くじけちゃダメだよ。なるんでしょ、立派な錬金術師に。さーて、オートへ行くまでにもうちょっとロギンを稼いでおきたいよね。私、もう一狩りしてくるよ。うん、気をつけてね。私も頑張る。私はレスナ、シテルネンリヒト。立派な錬金術師を目指す錬金術師の見習いです。見習い卒業のため師匠に課題を出された私は、騎士を目指す幼馴染のイザナちゃんと一緒に憧れの王都へと向かっています。その途中でロギンが尽きてしまって、さらに錬金術に対する世間の風当たりの強さも実感し、早速暗雲が垂れ込めているのですが、そんなことではへこたれません。課題を達成して